何でも舐めちゃう赤ちゃんのためにお米の積み木新発売。ご飯の匂いがする。材料も製造も純国産、ピープルのお米の積み木、おもちゃ売り場でね。 Next is a new product from a company that specializes in baby toys. More parents these days are concerned with baby toys that use artificial paints and chemicals. These toys are made with ingredients that are safe enough to put in your mouth. That's right.These toys are produced in Japan and made out of locally grown rice to ensure child safety. These brown pellets are made from rice and are the raw material for the building blocks. When the packaging for these building blocks is opened, there's a slight scent of rice. The toys will go on sale this fall.はい、まずはそちらの積み木から参りましょう。どこがエコなの？一体何でできているかというところに皆さんに注目していただきたいんですが、何でできていますでしょうかね。これプラスチックじゃないの？違うの？プラスチックではないんです。普通の積み木ではありません。赤ちゃんに優しいというのが、え、食べ物、はい、何かの食べ物じゃない？さあどうなんでしょうか。え、これお米のマークついてる。米、あ、そうなんです。これお米でできてるの？皆さん正解がそのボックスの中に。米、食卓の主役ということで。そうなんです、この間5パンやったばっかりだろ。5パンやったばっかり。これが何？これになるの？積み木、なんと 50% 以上お米でできているということなんですね。赤ちゃんがお口に入れても大丈夫なんだ。赤ちゃんがお口に入れても大丈夫ということなんです。さあこちらですね、原材料は国産のお米です。しかも古い備蓄米が使われているということなんですね。 51% が古い備蓄米にプラスチックのものを加えまして、この米ペレットというものからできている積み木なんです。小さいお子さんってよくね、口に噛んだりするんだよ、はい、安心だな。安心なんです。国産の備蓄米使っております。開発者の思いを伺いました。ピープル株式会社の太田さんは、赤ちゃんはおもちゃを口にしてしまうことが多いので安全なものを作りたかったとのことなんです。はい、さあそれでは続いてどんどん参りましょう。またエコの実況